業界に激震が走っています。最近回転寿司屋で迷惑行為をする客の動画が問題になっていますよね。醤油差し舐めたりですとか、最悪ですよ。他にもいわゆるバイトテロの類が次々明らかになっています。明らかになっていますというか、まあ自分で挙げてるんですけどね。あれ、これは小売業だったりとか飲食業全体にとって最悪な事象ですよ。だってこんなことがあると安心して回転寿司とか食べられませんし、で多くの人がですね、こういう件が発覚すると想像力を働かせてしまうんじゃないでしょうか。動画が撮られて発覚しているもの以外にも結構あるんじゃないかと、まあ実際にありそうな気はします。多くの人にはわからない感覚だと思うんですけど、ああいうのが面白いって思う人もいるんでしょうね。だからわざわざ動画まで撮ってるっていうことだと思います。スマホ以前には発覚しなかったようなことが Twitter ですとか、現代であれば TikTok に、まあ、こう載せちゃってですね、発覚すると。しかも発覚すると本人だけじゃなくて周りの人にも相当な迷惑がかかりますよね。身元が特定され、ネットでは通っている高校の名前が変えられたり保育園にされたりとか散々ですよ。被害を受けたスシローでは調査を進め警察に相談するということを昨日発表しています。まあ制裁を受けてもらうしかありませんよね。ただもう性善説を前提にしたこの回転寿司の運営自体を見直す必要があるんじゃないかなとも思ってしまいます。この手の飲食店って値段が安いでしょう。これは消費者からすると大変ありがたいことではあるんですけど、入店のハードルが低いということはいろんな方がいらっしゃるわけですよ。中にはちょっと言葉悪いですけど質の悪いお客さんというのもエンカウントしてしまいます。 99% が善良だとしても 1% の変なやつのせいでその業界というかその全体のイメージが悪くなるって最悪ですよね。最近話題になっている若者であったり、ポテトをつまみ食いするおばあさんだったり、年齢問わずね、まあいろいろいるわけですよ。今なんてね、あの動画があるからこそ店行くの控えようって人結構多いんじゃないでしょうか。まあなので持ち帰りを中心に食べるとかね。社会って難しいですよね。善良な多数派よりも質の悪いやつにこう合わせて制度設計しなきゃいけないし、しかし対策をいろいろやっていくとコストもかかってきます。その結果が値段に反映されてですね、善良なその消費者まで被害を被ることになってしまいかねません。まあでもこれはある意味改善のチャンスと取ることもできます。まあ、ポジティブに見るならね。基本的にこの手の犯行が根絶するっていうのはないと思います。というか周期的にありませんか。一昔前にバカッターとか言ってなんかこう連続的にそのなんかバイトしてるやつの迷惑行為とかが話題になった時期があったと思うんですけど、今ちょっとこう一呼吸置いてというか世代が変わってその主戦場が TikTok になっているようです。再発防止のために教育の重要性を訴える声もあるんですよ。まあこれは確かにその通りだと思いますね。ただ事件を起こすのはその既存の教育の枠から外れてる人っていう可能性もあるわけですよ。教育はしているけど聞いていないとか、もしくは親がちょっとあれだとかね。だからいくら教育しようともこれ根絶は難しいんですよね。店も対策を強化しつつ、あと実際にやってしまったやつには社会的金銭的な制裁を与えるしかないと思います。これは抑止の意味も込めてです。痛い目を見てようやく気づくというか、あ、醤油差しって舐めちゃいけないんだとかさ、当たり前といえば当たり前の話なんですけど、世の中にはいろんな人がいますからね。僕今宇都宮に住んでるんですけど、まあ、栃木県って海ないじゃないですか。それゆえに海への憧れがあるのか、回転寿司はめっちゃ混んでますよね。回転寿司は手軽でいいですし美味しいしね、なんかこう値段に対するクオリティ高いですよね。ということで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。